スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの荒修行。何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと死んじまうかもな。こんなとこで一年も。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕が なれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしごはん、おめえにはそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え？僕がお父さんを？そうだ。絶対にそうなっと、オーラを持ってる。そんな、僕が、なれるのかな？すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てず、じっくりやっていこうぜ、ごはん。まずは、軽く体でも温めてからだ。準備運動だからって、手加減はいらねえぞ。はい。やあ、はい。どうしたごはん？まだいけんだろ。まだまだ。この部屋で戦うのは結構大変だね。技や体の付け方はさすがのもんだ。ピッコロに叩き込まれただけのことはあるな。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。はい。違う違う、それじゃ木をでっかくしてるだけだ。
スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。怒れ、プツンと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。いきなりうまくなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ごはん。はい。さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。